昔話をしてあげる。なんだ急に。昔々この森に旅の剣士がやってきた。森には魔物の群れがいて、人里を襲うこともあった。そこで剣士は魔物を退治して、困っている人たちを救うことにした。お人よしだな。俺もその剣士を見習って人助けをしろって。言わないよ。ここにはもう誰も住んでなくて、ブランクたちが通るぐらいだし。助ける相手がいないなら無理に戦う理由もないだね。戦うかどうかは君の自由。ただし忘れないでね、パラミティアルール。戦わない者はご褒美をもらえない。あえて言うほどのルールかよ。Thank you.